こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のクールビズアイテムはこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。いつもはですね、カジュアルなアイテムを動画の中で解説することが多いんですけども、今回はクールビズアイテムということで、ちょっとカチッとした格好で久々にですね、今日は来てみたわけなんですが、セットアップを着てネクタイを締めることでかなり気が引き締まってですね、たまにはこういう着こなしもいいなと改めて実感をしています。そろそろですね、皆さんの職場でもクールビズの着こなしを実践する時期かなと思うんですね。まあそんな時、あれクールビズってどういう着こなしすればいいんだっけなとか、まあ、しばらく会社に出社してなかったけども、改めてビジネスウェアを考えた時にどんなものを着ればいいのかわからないという方も意外と少なくないのかなと思っています。ですので今回の動画では、今現在どんなビジネスカジュアルというものが定着してきているのか、どんなアイテムを揃えるべきなのか、このあたりを OK アイテムと NG アイテムをですね、比較しながら徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に皆さんにですね、クールビズ向けのアイテムをご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、ポロシャツなんですね。これが一番最初に来るようになったのは、時代の変化を僕自身も感じています。以前はですね、ポロシャツってビジネスシーンで使っていいんだっけっていうところで結構賛否両論があったわけなんですが、今ではだいぶですね、 OK の職場も増えてきてますし、なんだったらポロシャツを推奨するような職場もかなり増えてきてるぐらいなんですね。なので皆さんもポロシャツをですね、積極的に取り入れるのはすごくいいタイミングになってるのかなと思っています。ただポロシャツだったら何でもいいのかというと、そんなことは全然なくて、やはりですね、ビジネスシーンに向いたようなポロシャツというものが確実にあるわけなんですね。例えばこちらの画像のようなカジュアルなポロシャツですね。襟には大襟がなくてペタッとこう寝ている感じになっていて、装飾があったりだとか、ちょっと色柄が派手だったりだとか、こういったものはもうなかなか難しいかなと思いますし、それだけではなくて、今現在売られているポロシャツの中にもカジュアルシーンで使うことを想定したものとビジネスシーンで使うことを意識したもの、結構明確にですね、違ってくるわけなんですね。例えばこちらのようなポロシャツに関しては、ちょっとサイズ感はゆったりめにできてますし、袖も長めにできていますよね。こういったものはあくまでカジュアルで使うことを前提にしてありますので、ぜひ皆さんに選んでいただきたいのは、今回ご紹介するこのようなビジネスカジュアル用のポロシャツですね。このあたりをですね、揃えていただくといいかなと思います。具体例を出すと、こちらジムのですね、アメリカンシーアイランドコットンのポロシャツですね。こちらなんかはすごくビジネスカジュアルに適したようなポロシャツになってるかなと思います。まあ、どこが大きな違いなのかというと、まずは襟周りですね。こちらはシャツと同様に大襟というものがついていまして、襟に高さがあるんですね。ですので、すごく綺麗めにですね、大人っぽい上品な雰囲気が簡単に表現しやすいんですね。で、襟の開きもですね、ちょっと大きめで、シャツでいうところのワイドカラーぐらいの開きになってまして、第一ボタンを開けた時の襟の広がりも非常に綺麗なので、1枚で着てもいいですし、この上にジャケットを重ねても非常にバランスがいいので、こちらはビジネスカジュアルのポロシャツとしてはかなり優秀だと思います。あとはサイズ感ですね、このあたりも見ていただきたいんですが、まずは袖の長さ。これが関節よりも長いものは、決してビジネスカジュアル用のポロシャツではないので、合わせない方がいいかなと思ってまして、こちらのようなやや短めのものがいいと思います。そして身幅のフィット感もワイドになりすぎないで体にフィットしてる方がいいと思いますし、着丈のバランスですね、これも重要で、ビジネス用のポロシャツをインするかタックアウトするかっていうところ、ここもですね、意見が分かれるところなんですが、タックインするとですね、なかなかおじさんっぽく見えてしまって、スタイリッシュには見えづらいところもあるんですね。ですので基本的には出してきた方がいいかなと思うんですが、まあ、その際に長すぎる着丈のものはバランスが悪いので、出してもだらしなく見えないような、ちょっとスッキリとした丈感のものを選ぶといいんじゃないのかなと思います。こちらのジムのですね、ポロシャツに関しては、最初からビジネスカジュアルを意識しながら作られているので、完璧なバランスになっていますので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。そして僕はですね、よく普段のスタイリングの中でご提案することが多いのが、エディフィスオリジナルのポロシャツなんですね。これはすごくよくできています。まずは襟元を見ていただいても、これも大襟がついていて、ワイ
イドカラーからカットウェイぐらいまでの開きの深いものになってるんですね。で、それで第一ボタン開けた時の広がりもすごく美しいです。着丈も長すぎないですし、身幅もコンパクトになってるので、一枚でもしっかりと様になります。表面に凹凸があって、この辺りの見え方が平坦にならずに、ちゃんと奥行きが感じられるところも非常に美しくて、僕はこのポロシャツ最強に近いかなと思ってまして、毎年夏になる前にですね、かなりの数なくなってしまうので、ぜひこのタイミングにですね、チェックをしていただきたいなと思っています。まあ、このポロシャツをベースにしながら、ボトムスは、ネイビーですとか、ダークグレーのですね、細身のスラックスを履いてしまえば、簡単に着こなしが完成しますので、まずはこのようなビジネスカジュアル向けのポロシャツをちゃんと用意するというところ、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、今度は長袖のシャツですね。まあ、クールビズで言うとですね、半袖のシャツを着たくなるかなと思うんですが、まあ、正直あまりスタイリッシュに見えないので、個人的には長袖のシャツを腕まくりして着るのがベストかなと思います。どうしても暑い時には半袖のシャツよりはもうポロシャツを着てしまった方がかえってバランスがいいかなと思うので、今回の動画の中では長袖のシャツを皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っています。で、クールビズ用のシャツというと、いろんなものがあるんですが、結構ですねやりがちなのが、先日グリーンレベルさんのところで撮影した動画で木座山さんが着ていたようなシャツですね。今回は木座山さんから借りてきたわけなんですが、まあ、このようなですね、ちょっとこうディテールが凝りすぎてるシャツですね。まあ、ボタンの色がですね、このようにブラック系で主張があったりだとか、袖の折り返し部分にですねドット柄があったりだとか、あとはこの襟周りですね、ちょっとボタンが2つになってたりだとか、水玉模様のですね縁取りがあったりだとか、このようなシャツというのはちょっとこうビジネスシーンで着るとややカビに見えてしまいがちと言いますか、ちょっとチャラく見えてしまうところもあるので、まあ、個人的にはあまり推奨はしていないんですね。それよりもおすすめしたいのはこちらの写真のような、まずベースカラーとしてはブルー系ですね。このあたりのシャツがあるとすごく便利かなと思います。まあ、シャツの基本としてホワイトを連想される方は多いかなと思うんですが、ホワイトのシャツでノーネクタイだと結構地味に見えがちで、なんかネクタイを忘れてきた感じが出てしまうので、できればちょっとですねずらしてブルーだとか、もしくはストライプ柄ですね、こちらのような形でストライプのピッチもややですね太めのものであってもビジネスシーンクールビズの際には問題がないかなと思います。で、襟型に関してはボタンダウンなのか、もしくはワイドカラーなのか、まあ、この2つの選択肢があるかなと思います。まあ、ボタンダウンだと襟が固定されるのでクールビズには適してるかなと思うんですが、まあ、従来的な見え方なので、個人的にはワイドカラーだとかカッタウェイと呼ばれるようなちょっとこうイタリアンっぽい感じをですね、襟型のものがシャープでスタイリッシュに見えるかなと思うので、ぜひおすすめしたいような襟型になっています。で、このようなシャツがどこに売ってるのかというと、身近なとこだといわゆる鎌倉シャツですね。こちらに行っていただければ結構ですね、ワイドカラーのブルーだとかストライプ系のシャツがしっかりとラインナップされてますので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいなと思っています。まあ、いくつかですね、僕の中でピックアップしたものはですね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらで具体例は確認していただきたいなと思うんですが、このようなブルーですとかストライプ系のシャツを着て腕まくりをしながら軽快にですねクールビズスタイルを作っていただくといいかなと思うので、ぜひこちらもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、ボトムスなんですが、これまたですね、クールビズにおいては非常に重要なアイテムになってくるかなと思います。人によってはですね、結構クールビズのシーンで上下のスーツのパンツ部分をそのままですね、転用してる方もいたりするんですけども、そうなるとですね、シルエットがちょっとやぼったかったりだとか、ちょっとこう清涼感のないような重ためのカラーになってしまって、なかなかクールビズのアイテムと相性が良くなかったりするので、スーツのパンツだけを転用するのは NG だと思っていただければなと思っています。じゃあどんなボトムスを持っておけばいいのかというところで、もう2つですね皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、ネイビーとグレー系のですねテーパード系のパンツですね。こういったものを持っておけばまず間違いがないかなと思います。一つ具体例を出したいかなと思うんですが、こちらですね、グリーンレベルの TW ウォッシャブルトロユーティリティパンツ久保丈ですね。こちらがすごく使い勝手がいいかなと思っています。こちらのアイテムというのはジャケットとパンツ両方でセットアップが組めるようになってるんですね。まあ色もですね結構いろんな展開があるんですが、個人的にはネイビーかもしくはですねロイヤルというカラーがいいかなと思います。ネイビーよりもロイヤルの方が少し明るい感じがするんですが、まあ、クールビズということもあって少し清涼感も出したいので、ネイビーよりも少し明るくて青みを感じられる
ロイヤルぐらいが意外と使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。こちらのロイヤルブルーのボトムスと、あとはジャケット両方を揃えておけば、結構ですね、ビジネスシーンでセットアップも組めますし、カジュアルでもなんか T シャツなんかを着れば、そのまま使えたりもしますし、意外とですね、使い勝手がいいかなと思うので、まずはこちらのロイヤルですね、持っておくと便利かなと思います。最初からくぶ丈になっていて、足元がすっきり見えるのもすごくいいバランスかなと思います。まあ、クールビジで履くようなボトムスというのは、丈があんまり長すぎない方が良くて、まあ、せいぜいですね、ハーフクッションからノークッションぐらいの形で、足元に生地を溜めない方が僕はバランスがいいかなと思うんですね。まあ、クラシックなスーツのスタイルであれば、ワンクッションだとか、ハーフクッションぐらいでもいいかなと思うんですが、クールビズにおいては少しスッキリめのですね、くぶ丈を選んでもらうのもすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、最近のボトムスというのは結構ですね、ゆとりのあるものも増えてきていますが、ビジネスカジュアルですとか、クールビズの文脈においてこのようなワイド感のあるものはあんまり取り入れない方が僕はいいかなと思ってまして、こちらのウォッシャブルトロに関しても基本的には足が綺麗に見えるようなテーパード型なので、そういったものを選んでみるとすごくバランスがいいかなと思います。もしくはユニクロで言ったらスマートアンクルパンツ、こういったものは少しですね、もも周りにゆとりがあってビジネスカジュアル向きではないかなと思うので、感動パンツですね、このあたりを選んでもらった方がより足の形も綺麗に見えますし、ビジカジュアとかクールビズにも対応しやすいかなと思うので、まあこちらの方ですね、選んでいただければなと思っています。で、第一希望はネイビーだとかロイヤル系の色なんですが、2本目どんなものがいいかというと、やはりですね、ミディアムグレーだとかグレー系の色合いですね、このあたりを持っておくと様々なアイテムとも相性がいいと思います。先ほどご紹介したようなブルー系の無地のシャツだとか、ストライプのシャツだとか、あとはポロシャツですね、このあたりはネイビーだとかブラックだとかブルー系が使いやすいかなと思うんですが、そのあたりと相性がいいボトムスとして、もちろんネイビーのボトムスもいいと思うんですが、ミディアムグレーもすごく相性がいいので、このブルー系とグレー系のパンツを2つ持っておけばかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひこちらも皆さん揃えていただければなと思っています。はい、続いて4点目は革小物になりますが、まあ、こういったですね、細部にもですね、しっかりと配慮することがすごく重要だと思っていまして、今回ピックアップしたいのは、まずはベルトとバッグ、この2つなんですけども、ベルトもですね、スーツで合わせる用とビジネスカジュアルですとか、あとはクールビズで合わせる用のものっていうのは、厳密には分けた方がいいかなと思うんですね。まあ、スーツスタイルっていうのは、ネクタイを締めてかなりカッチリとしたスタイルなので、その調和を崩さないように、なるべくシンプルな、このようなですね、一番オーソドックスなベルトをつけるのが、まあ、セオリーかなと思うんですね。一方でクールビズでこちらのようなベルトを締めてしまうと、着ているアイテムが結構カジュアルなのにベルトだけがかしこまりすぎてしまって調和しないんですね。ですのでクールビズのアイテムに合わせながら少しですねカジュアルに振ってあげた方がいいかなと思ってまして、じゃあどのようなベルトがあると便利なのかというと、今僕がですね持ってるような例えばレザーのメッシュベルトですね、このあたりはすごく便利かなと思います。同じレザーなんですけども、このようなメッシュ状に編み込まれているものの方がカジュアル感が出るんですね。ですのでクールビズのスタイルにはすごく相性がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。で、僕はですね今レザー系のメッシュベルトを持っていますが、レザーだけではなくてゴムでできたようなメッシュベルトもありまして、まあ、こちらのようなものですね、割とですねこういったものもゴムではできてるんですが綺麗な見え方になって、かえってこのようなレザーのメッシュベルトよりも編み込みが細かく見えるので綺麗めに見えるかなと思います。価格も結構ピンキーではあるんですが、結構抑えめで買うこともできたりするので、なるべく予算を抑えたい方はこのようなゴム系のメッシュベルトでもいいと思います。まあ、カラーに関してはやはりですね革小物はある程度色を統一した方がバランスがいいかなと思うので、個人的にはアンパイはブラックだと思います。少しおしゃれ感を出したいのであれば、僕はダークブラウンだとかそのあたりの色合いがすごくですね人との違いが出しやすいかなと思うんですね。ですのでそのあたりはお好みで選んでいただくといいんじゃないのかなと思います。続いてバッグなんですけども、スーツスタイルによく使われるようなこのようなですねブリーフケースですね、こういったものをビジネスカジュアルで使っている方もいらっしゃるんですが、まあ、ちょっとですね雰囲気が重たすぎるんですね。というのもクールビズのアイテム自体が結構カジュアル感のあるものが多い中で、バッグだけスーツ用のかなりかしこまったものになってしまうと雰囲気が合わないので、これまたクールビズ用のものにですね変換してあげるといいんじゃないのかなと思います。ブリーフケースよりも個人的におすすめしたいのが
このようなレザー系のトートバッグですね。これも鉄板ですね。まあ僕もですね、よく動画の中でご紹介してますが、まあいろんなブランドで出していますが、気軽に買いやすいのがグリーンレベルのレザートートかなと思います。まあトートバッグという形自体はカジュアル感があるんですね。なので、ちょっとビジネス誌にはどうなのかなとは思うんですが、これを素材をですね、レザーにすることで、結構ですね、ビジネス誌にも使いやすくなるかなと思います。意外とですね、僕の今のような、セットアップに対してニットタイぐらいのスタイルでもこのようなレザートートで十分だったりするので守備範囲が広いバッグだなと思います。例えば私服でネイビーのセットアップの中に白 T だとかそういったスタイルでもレザートートは非常に相性が良かったりするのでこれ一つあるとビジネスカジュアルでもすごく便利かなと思います。まあ色に関してはネイビーだとかブラックだとかいろんなものがありますがやはり革小物は色統一した方がバランスがよく見えるのでブラックを選んでいただくといいんじゃないのかなと思っています。でここからはちょっと職場によるかなと思うんですが割とですねドレスコードが緩めでポロシャツでも OK だとか T シャツに対してジャケットみたいなスタイルでも OK という職場であればこういったレザートートではなくて、まあ、このようなバックパックでもいいんじゃないのかなと思います。ただバックパックもいろんなブランドからいろんな形状のものが出ていますが、まあ、レザー製にすることで適度にですね大人っぽさも出せるかなと思うので、まあ、こういったもので全体の調和を崩さないようにバックも選んでもらうといいかなと思うのでこのあたりもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元、靴ですね。これはですね、もうある程度正解があるかなと思ってまして、僕の今回の動画の中では、ブラックのコインローファーを一足あればいいという形で、ある程度限定してみたいなというふうに思っています。まあ靴もですね、バッグだとかベルトと同じように、普段のスーツに合わせているようなストレートチップ、こういったものだと、ちょっと重たい雰囲気になってしまうかなと思うので、着こなしに応じて少しカジュアル感を出した方がいいんじゃないのかなと思うんですね。まあその時に持っておくと便利なのが、ブラック系のコインローファーなのかなと思っています。まあローファーという形状自体が、もうそもそもですね、カジュアル感があって結構ですね普段着の中にこういったローファーを合わせるようなスタイルもあったりするぐらいなので割とカジュアルめのアイテムではあるんですがブラックでなるべくシンプルなものを選んでいただければかなりですねビジネスカジュアルにも相性がいいかなと思うんですね。僕もですねローファー系は常にですね手元に置いてありまして今では結構真面目なですねストレートチップっていうのはもう冠婚葬祭ぐらいしか履かなくてほとんど出番がなくてそれよりもですねこのようなローファーの方が意外と使えるシーンが多いのかなと思っています。今のようなちょっとカジュアルめのタイドアップスタイルなんかにもローファーは相性がいいですしもちろんですねノーネクタイのスタイルだとかポロシャツのスタイルだとかネイビーのセットアップに対して白 T だとかそのようなスタイルにもローファー一足あれば全部が対応できるのでまあこれが最強のアイテムかなと思います。まあローファーもですねいろんなブランドから出ていますが買いやすいのは1万5000円前後ぐらいかなと思うんですね。まあ、今回ご紹介したのはこちらグリーンレベルのレザーローファー V3 シューズというもので価格が12,100 円ということでかなりリーズナブルになってるんですね。本革でこれぐらいの価格帯だと非常に使い勝手がいいかなと思うんですが先が結構尖ってるような靴って以前めちゃくちゃ流行ったんですけどもそういったものだとやっぱりですねチャラチャラしたような印象になってしまうのであまり望ましくなくてできれば一定の丸みを備えたようなシルエットがいいかなと思ってるんですね。まあこちら僕の私物の靴なんですがこちらも決してボテッとした感じではないんですが先端は緩やかに丸みがあって尖りすぎた印象はないかなと思うんですね。こちらのグリーンレベルのローファーに関しても先の感じはですねやぼったい丸ではなくてある程度無駄は削ぎ落とされたような丸みがあるんですけどもしっかりと尖りすぎてないような柔らかみもあってこの辺りのシルエットは絶妙かなと思います。このようなブラックのローファーが一足あればボトムスに関してはネイビーでも合うしグレー系でも合います。あとはバッグだとかベルトとも色が合いますしあとはカジュアルな雰囲気も含めて非常にマッチするかなと思うので一足揃えるのであれば、ブラック系のローファーで間違いがないかなと思います。もし、革の小物をブラウン系で揃えるのであれば、靴だとかバッグだとか、ベルトも含めてダークブラウンで揃えてもらうと、これまたですね、少しオシャレ感が出るかなと思うので、ぜひ実践していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人のクールビズのアイテムはこの5点だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。結構シンプルだと思うんですね。クールビズといっても使うべきアイテムというのはある程度限られています。上半身で言ったら長袖のシャツを着るのかもしくは半袖のポロシャツを着るのかこの2択になってきます。まあ、それぞれですねポロシャツにしても何種類かあった方がいいと思いますしシャツに関しても複数枚あると便利かなと思うんですが基本的にはブルーの無地だと
とかストライプだとかそのあたりでシャツはいいと思いますし、ポロシャツはブラックだとかネイビーだとかグレーだとかこのあたりの濃い色の方がシャープに見えるのでおすすめです。でボトムスに関してはもうシンプルでネイビーとグレー系のものがそれぞれ1本あればいいですし、あとは革小物に関しては色を統一してメッシュベルトがあってレザートートがあってローファーがあれば完璧なので、ぜひ今回の動画を参考にしながら皆さんのクールビズスタイルもですねアップデートしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、わかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構詳しめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で運営をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。そちらの方ではおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕は毎日発信をしています。また僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくれていますし、また参加者の皆さんも気軽にですね記事をアップすることができて、ファッションが好きな大人男性が集まれるようなコミュニティになってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。